イオンモール新居浜は愛媛県新居浜市前田町に立地するイオンモール株式会社ウニエのショッピングセンターである。2001年6月30日にイオン新居浜ショッピングセンターとして開業した。建物は3階建てのセンターモールサウスモールと2階建てのノースモールによって構成されている。後から建てられたノースモールはイオン新居浜店と2階部分でつながっており、 ノースモール1階部分は大半を駐車場として、テナントは4店舗に絞られている。イオン新居浜店を中核に120の専門店テナントが出店している。モール建設前には、住友金属鉱山及び住友林業の社宅群が立地していた。イオングループは関連企業にダイヤモンドシティを持ち、三菱商事との関係が強い企業グループであったが、 住友系企業とのタイアップということで注目された。2007年9月22日より、イオンモールが運営するショッピングセンターの施設名称を一部のショッピングセンターを除いて、イオンモールに統一するのに伴い、施設名称は、イオン、新居浜ショッピングセンターから、イオンモール新居浜に変更された。2010年11月26日には、第一期リニューアルによって、 ノースモールが新たに増床をオープンした。増床前の街頭敷地には隣接するリーガロイヤルホテル新居浜運営のリーガアクアガーデンが存在した。ノースモールの北側には瀬戸内ガーデンと呼ばれる瀬戸内の島々をイメージした小規模な公園が設置されている。さらに2011年4月22日のリニューアルグランドをオープンではサウスモールの1階に デオデオ兼、エデオンが出店するなど、大規模なリニューアルが行われている。閉店したシアトルズベストコーヒー跡には、東予地区第1号店となる、スターバックスコーヒーが出店した。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。 愛媛県道13号三部川、新居浜の打線が近い。松山自動車道新居浜 IC、伊予最上インターチェンジから車で15分。セット内運輸により、新居浜駅、伊予最上駅などからの路線が運行されている。日曜日仕日は、新居浜駅からの有料シャトルバスも運行されている。詳細は公式サイト、アクセスガイドを参照。ハートネットワークが、 地上一般放送事業者として、2012年10月3日に地上一般放送局7局の免許を取得、イオンモール新居浜には2局を設置しワンセグ放送を開始した。2013年3月31日が免許の有効期限であったが、再免許されたのは4局で4月1日から、イオンモール新居浜では1局が放送を継続していた。 2019年11月30日には2曲を廃曲、イオンモール新居浜の1曲も廃曲し、ここでのエリア放送は廃止された。ありがとうございます。